フォレスターに乗っていきましょう。どういう状況だよ。屈指のアクロ走破性を持っていて、オンロードもただ快適なだけじゃなく、ズバ抜けて運動性能が高い、買いやすい価格帯に収まっていて、車体サイズも大きさを感じないので非常に乗りやすい、全 SUV にとっての手本。そう呼びたくなるような一台でした。今は外観をお見せしていますが、ラインの入れ方がなんか日本刀みたいでかっこいいですよね。上位グレードだと、テールランプの間に黒いラインが入るよな。このグレードはアドバンス。新車価格は約330万円で、自然吸気の2リッターエンジンを積みます。走り出す前に内装をサクッと見ましょう。目に見えないところにかかったコストを思えば、高級な素材こそ少ないけど十分すぎる。いきなりトランクルームなのですが、ここを引っ張るとバタンと2列目が倒せます。これ素晴らしいですよね。メモリー機能付きの電動シートを持っています。いいね、座面の高さだけじゃなく、傾きまで変えられるようです。X モードの切り替え。オンにすると傾斜系が出てきますね。ブレーキホールド付き電動パーキングブレーキ。シフトはストレート式ですが、一段一段が的確に入るのでシフトミスが減らせそうです。ドア開けっぱだと警告が鳴るのはトヨタっぽい安全設計だな。エアコンは物理。素晴らしいですね。ダイヤルの重たいけどぬるっと動く操作感が上質。ボタン配置もわかりやすく、夜に手袋をつけてても操作で迷うことがなかったです。ステアリングヒーター付き、ハンドルの本側がすべすべで握り込むともっちりして、非常に質感がいいです。このフォレスター、実は特筆するべきはブレーキだと思います。後で紹介するけど、17年式の GTR のような制動力特性を持つよ。デイラー HP スポーツというブリヂストンのタイヤらしいけど、これがまた本当に素晴らしいです。最初にお詫びしなければなりません。メーターが適切に取れていませんでした。リッター32キロという燃費記録を帰りに達成したのですが、ハンドルに隠れて見えず、次からはもっと入念に、カメラのセッティングをしようと思います。さて走り出しましたが、外から見た印象ほど大きく感じないですね。車体サイズは前後に 4640mm、横幅は 1815mm。乗る前はハリアーや CX5 と同じくらいなのかなと思っていましたが、こっちの方があからさまに小さいです。この魅力が際立っているのが、道路幅の狭さに定評のある、瀬戸市内を走行しているこの場面、視点が高いことと、箱型ボディで見切りがいいことが、微妙に 1800mm を超えた横幅を補っています。ここの左カーブは、ガードレールが出っ張ってきているせいでかなり狭く感じるのですが、余裕でスイスイと抜けていくことができます。かなり狭いところの曲がり角でも、いざ入ってみると、思っていた以上にスルスルと曲がっていけるんです。最小旋回半径は 5.4 メートルらしいですね。次はここを右折していきます。狭いし登ってるし右斜め手前だし、普通の感覚ならこのサイズの SUV では無理、だと私も思っていたのですが。すげえな、そんなに苦労せずに曲がっていったぞ。でかすぎないサイズによる取り回しの良さ。車体のでかさについてしょっちゅう愚痴る私が、むしろ称賛するレベルなので、相当優秀です。丁寧に乗ってやれば、こういう左斜め手前みたいな左折も側端に沿って綺麗に決まりますね。窮屈な場面での駐車も非常にやりやすいです。車両に慣れきっていないのでガバってるけど、コンパクトだと言える範囲に収まってるのはすごい魅力ですね。パーキングエリアに下道から寄れるところ、むっちゃ駐車マスの横幅が狭いのに全く窮屈じゃない。さてさてさて、私は車の試乗記録を、まずブログに書き残してから動画化するという手順で進めております。ドライブ動画として撮っているので、いろいろなものに遭遇すると話が逸れちゃいますね。ちなみに今白プリウスがいるレーン、左折専用レーンになって消えます。私はすでに察している。懐かしくて草。ノロノロ走るし微妙に車線をはみ出すし、まあおじいちゃんでしょう。危険運転だと責められがちだが、周りに車がいる場面ではおとなしく安全運転する。要するにそういうことだぜ。さて最初に細かいことを言いますが、インフォディスプレイのバイザーに白いモヤみたいなのがかかってますよね。これはドライバーモニタリングシステムらしく、ずーっと赤い点が光り続けていました。人によっては気になるかも。でもちょっとエアコン操作パネルに目をやった程度でも、警告を出してくれる。中国 EV みたいに先進的なシステムではあるな。あれ？何これ？右矢印も書かれずに第一車線が消えたぞ。左端に寄って走りながら様子を見ましょうか。名古屋は何年も生活圏だけど、こんな道路初めて見たな。ちょうどブラインドスポットモニターが光ったようだ。でさっきのノーウインカーやんけ。一周回って草が生えるわ。いろいろと栄えている名古屋の境を抜けているところで、最初に静粛性について話しましょう。高いです。フレームの目に見えないところまで、ちゃんと作ってあるのが伝わってきます。特に40から60キロで流すような街乗り領域で、やけに静粛性が高いです。今は窓を開けてるけど、閉めるとあからさまに静かになります。目に見えるところに高級感はあまりないけど、目に見えないところにかかったコストが、ちょっと走るだけでわかる。
というのがフォレスターですね。こういう目に見えないところに優先して金をかけた車って、残念な評価を受けて販売数も落ち込みがち。でもフォレスターは長いこと売れ続けていて、ちゃんと金を出して新車を買う人と、ある程度は良さを分かってる人が多くいるようですね。旋回性能をはじめとしたいくつかの要素は、見聞きするんじゃなくて自分で実際に運転しないとわからないけどな。このフォレスターのカーシェア、名古屋で1台しかないんですよね。入れてくれてありがとうございます。というかまたすごい横断してるな。十分な車間があって、安全が確認できているうちに渡りきる。名古屋に適合してるタイプですね。私だったら1レーンずつ区切ってちまちま行くのに。といったところで、次はエンジンと e-boxer のハイブリッドシステムですかね。e-boxer については、私は XV やクロストレックにすでに乗っているので、3代目となります。2021年に新車登録がなされた個体ということですが、65ニュートンのモーターがしっかりと全域でアシストしてくれて、これが走りの根幹を担っているようです。1640キロの車体に対して、145馬力と188ニュートンのエンジン、街乗り領域で驚かされるのが、やけにパワフルに走ること。強く踏み込むと、システムモニターが緑色に光りますね。これはモーターからガンガンにアシストを入れている合図らしく、もっさり感がない気持ちのいい出足です。これは高速道路の追い越し車線で、前が開けた際にズドンと踏んでみた時のもの。緑に光りましたね。2.4 リッター級かなと見間違うほど気持ちのいい加速。逆にこっちは帰りの燃費アタックなのですが、時速40キロ程度に抑えていれば、エンジンを切ったままずっとモーターだけで流せます。この走りを何キロもやり続けて、私は瞬間的にリッター30オーバーを出したわけですね。まあこのレベルに振り切った走りをプリウスでやれば、リッター50も夢じゃないがな。本当に夢じゃなくて、国道1号線の左車線を50キロちょいで流してた時に、リッター48は出ましたから。そして隣との速度差を見てくださいよ。3車線の60キロ制限。100キロで走る車もいることでしょう。これはちょっと、渋滞中でも前が離れていくレベルの遅さだよな。現実的じゃないぜ。プリウスなら流れに乗ってゆったり走ってても、30くらいなら普通に出せますが、フォレスターは全てを捨てないと難しいですね。プリウスで同じことをやればリッター50も狙える。トヨタは本当に燃費全振りだな。どうした?今メーター読みで、リッター30を超えました。こんな運転をずっとやってれば、メーターが映ってなくても信じてもらえることでしょう。スバルやホンダのハイブリッドは、エンジンがしっかり回ってトルクを提供してくれます。燃費性能だけ見ればトヨタのハイブリッドに見劣りしますが、総合的にはこっちの方がいいと思いますね。後で取り扱うが、水平対向エンジンがコーナリングにおいても絶大な威力を発揮するぜ。また XV やクロストレックとは異なりまして、アクセルを完全オフしてから、エンジンが切れるまでも早いですね。上り坂の頂上を越えてから、先の赤信号にいち早く気づいてアクセルオフ。じわーっとブレーキを踏む場面、もうエンジン切れましたね。回生力も十分に強く、ここで回収した分が加速時にしっかりアシストとして入ります。動き出してからすぐにエンジンが再始動しますが、その際にはちょっとだけ振動が来ちゃいますね。ただ XV ほど気になるものではなく、まあ許容範囲内かなと思います。ハイブリッドシステム関連で、走っていて違和感のある要素がいくつあります。アクセルをオフした際に生じる、わずかな空想感ですね。ペダルはもうすでに抜いているのに、なんかモーターが加速させてるせいで、車が前に出ていってるような、明確には言葉で表せませんが、なんかペダルの抜き差しで違和感を感じるんですよね。狭いワインディングで追い込んでいるような場面だと、ほんの一瞬の姿勢ブレでも怖いです。左足でブレーキを踏んだり、走りのリズムを変えたりして対応してみましたが、なんか違和感があるのが拭えませんでした。名古屋の中心部からさなげグリーンロードまで、ゆったり流してリッター11キロでしたね。抑えまくって頑張れば20ちょいだと思います。さてさて、加速を試しましょう。気持ちのいいエンジン音と、十分すぎる加速力です。まあベタ踏みにはしてなかったけどな。せっかくこういう道に来たので、このまま高速域での運動性能テストとしましょう。微妙にフラフラしがちなところがないわけではないですが、基本的には高い安定性を誇ります。クラウンクロスオーバーに乗った際は、高速域でも一切動じずにビシッとしていましたが、フォレスターはちょっと不安定感が出るというか、ギリギリ SUV であることを忘れようと思えば、忘れられなくもないって感じ。というかステアリングのフィールが素晴らしいですねこれ。この右コーナリング、オンザレールという言葉がぴったり、本当に切ったら切った分だけ曲がった。ハンドルそのものは軽めなんだけど、
切り始めた瞬間から一体感を伴って曲がりますね。うねりの激しい路面で、車高の高い車でスピードを上げると、左右に激しく揺さぶられがち。でもこのフォレスターは、ハンドルでちょっとだけフラフラするけど、基本的にはビシッと安定しています。なんでか知らないけど、急にクラウンクロスオーバーが恋しくなったんだよね。トヨタの SUV って全般的に、高負荷、高速域での動きが意味不明なくらいいいですから、無意識に比較していたのかもです。この左カーブ、コーナリング中に路面がうねりまくるのですが、あんまり流されないで走れています。え？そんなところで何してるんですか？これくらいは想定内。さあダウンヒル区間です。ここを通るたびに言うけど、イニディキッズが深夜の闇にたくさん葬られてきました。左に歩道があるけど、この区間の歩行者は無と言えるもので、事故っても自己責任で、勝手に自然と打たされるからみんな放置してるのかな。さて曲がっていきますが、水平対向エンジン。これがないと説明つかないような動きが多いです。最低地上高や車高自体は高いのに、乗り物の動きが低いところで収まる感覚。今ちょうど何人も事故って死んだまのコーナーを旋回中ですが、運転ミスを魔物とかお化けのせいにするから、そんなんだから死ぬようなレベルの事故を起こすんだろアホって思いますね。さて場面は飛びまして、名古屋インター折口の左コーナリングです。ここも長い時間にわたって、微妙な下りの中で急カーブが続きます。XV に乗った時もそうでしたが、追い込めば追い込むほど味が出る、見事なほど癖のないニュートラルな旋回フィール。実は WRXS4 は、相対的にフロントのスタビを強くして、旋回中盤をアンダーにしていました。でもフォレスターや XV はそういうものではなくて、オーバーステア傾向でもない。かなりニュートラルに近い旋回特性です。さて、瞬間的にバットハンドルを切りましょう。どや？これがまたすごいんですよ。全く重量負けせずに、吸い込まれるように曲がる。XV と比較すると、重たい分で物理的な限界は下がっているのを感じます。でも十分すぎるよ。かなり横に動いているが、安定した姿勢を維持したまま俊敏に走っているぜ。スタビの強さだとかそういうものじゃ、やっぱりこれ説明つかないんですよね。フロントのエンジンが前を沈めて安定させてくれるけど、水平対向ゆえに低いところにある、体感的にはタイヤホイールとほぼ同じくらいの高さにあって、急ハンドルでも全く傾かない。今のコーナリングも凄まじいでしょう。これで全く動きに危なさが出ないんですよ、SUV なのに。これで事故るの無理じゃないか？フォレスターや XV に乗って、運転ミスで事故れた人がいるなら見てみたいぜ。でさっき言った通りすれ違いも楽なので、細い道でもあんまり怯えないで行けます。特に雪の季節になると、道路脇には雪の壁ができますからね。このサイズは生きると思いますよ。フォレスターがそんなにでかくないことと、オンロードの高負荷域でもここまで安定していること。これが判明すると、XV と比べて迷うな。トヨタの SUV に水平対向積んだら、なんかすごいマシンができそうですね。すでにあるぜ、BG4X と言うんだがな。あっちはバネ下が重いですから、軽いホイールを履かせたらフォレスターと並んで2強になりそう。さて市街地に戻ってまいりまして、乗り心地について話していきます。総合的にはいいです。でも常に揺れ続ける感じがあって、一旦気にしだすとむっちゃ気になります。まずフレームの剛性が非常に高く、段差を超えた後にストロークさせてから、それを抑えに行くところまでのバランスがいいですね。何より驚かされたのが、うねりまくっている路面を、高速で乗り越えていく場面。かなり浮き上がったな。その後が素晴らしくて、ふわっと持ち上げてから、優雅に着地させるんです。この動かし方はクラウンクロスオーバー並みですよ。これ最高級の褒め言葉です。思い出しました。この領域の足の動き方が近かったから、クラウンクロスオーバーの名が上がったんだ。不安定じゃないけど柔らかく動いて快適。いいですね。次はブレーキについてです。まず踏み始めは、初期からそこそこ強めではあります。でも丁寧に踏んでやればズドンとはならない。そんなところに抑えてあるので、ドイツ車と違って乗りやすいですね。ブレーキを足していっても、あんまりノーズダイブしない印象があります。意味不明なくらいズバ抜けているのが、フルブレーキング時の制動力なんですよ。聞き苦しくて申し訳ございません。でも限界性能が高すぎて心底びっくりしましたね。どれだけブレーキを踏み込んでいっても、フロントタイヤが全くロックしないんです。別車種でちょくちょくタイヤを鳴らしている通り、ブレーキをしっかり踏むことにはこだわっているつもりです。でも奥底まで踏みましていっても、結局フロントタイヤがロックする感触はありませんでしたね。ありえないぞ、そんなの GTR 以来じゃないか。ブレーキ容量もさるものだけど、何よりブリヂストンのタイヤが優秀すぎます。旋回方向への限界性能の高さも、さっきお見せした通り、いろいろ乗ってきましたが、GTR についでいいブレーキだと言っても、過言ではないかもなと思いました。ブリヂストンのタイヤ、やっぱりすげえな。ワインディングに来ております。
さっき言った通り横幅が太くないので、車線内でライン取りを意識しながら走れます。SUV になっていることで、ブレーキングの際の沈み込みがわかりやすくなっています。高い視点と広い視野と合わせて、狭い道でも非常に走りやすいですね。そういえばこの車のトランスミッション、マニュアルモード付きの CVT であるわけですが、減速シフトを連打したら一瞬で望むギアまで落ちてくれるので、とっさに使いたい時も便利です。またシフトアップの際も、わざと変速ショックを作っているんですよね。これによりクラッチを有する多段式トランスミッションのようなフィーリングとなっていて、非常に楽しく乗ることができます。ペダル配置も左足でブレーキが踏みやすいものとなっているので、いろいろ試せて面白いですね。何よりこの道、道路幅が狭いんですよ。でも窮屈じゃない。素晴らしいね。やり終わったし、そろそろ休憩しますか。というわけで瀬戸の中心部にやってきております。川を挟んで上り下りが分かれた国道、非常に美しいです。夜間でもかなり明るく、幻想的な雰囲気が楽しめますね。場所によっては道路幅がくっそ狭いけど、名古屋から気軽に来られる山間部の入り口、名古屋市の東部に住んでるとこういう場所に30分くらいで来られます。運転がクソだと吐き捨てるのはなんか違うかなと思いますね。さてと、ようやく林道にやってまいりました。実はこの道、以前プリウスで入ったんですよね。ローダウンしたセダンでもスラズに行けることを確認してしまっていますが、まあ入りましょう。せっかくだし X モードを試しましょうか。2種類あるのでどっちも入れてみましたが、ゆっくり流していても違いますね。左側のスノーダートモードは、どちらかというとタイヤへのトルクを抑えて、滑らせたくない感じ。逆に右側のディープスノーマットモードは、ガンガンに前に出ようとします。私はオフロードについて詳しくないけど、多少は滑った方が、逆に走りやすい路面があるらしいですね。右側のモードは、そっちを想定しているのかなと。普通に日本で乗ってたらどっちもいらないけどな。スノーモードくらいは使うかな？あとは X モードをオンにするとついてくる、ヒルディセントコントロール。うーわマジかよ、通行止めになっていますね。むしろここまで入れるのがおかしい。というわけでこうなりました。寝転んだら体が隠れそうな深さの溝があるんですが、正面から行ってもすらなさそう。動画だと地面の凹凸がわかりづらいですかね。ここ正面から行く人なんかいないですよ。むっちゃ余裕あるやんけ。これには本当に驚きましたね。最低地上高は22センチあるらしいけど、10センチ以上はまだ余裕がある。X モードを入れた状態でハンドルを切ると、ゴキゴキとした音が鳴りますね。というわけで余裕の U ターン成功です。XV でも過剰スペックな感じだったので、フォレスターで苦戦するわけなかったんですがね。自分で体感すると想像の何倍もいけそうに感じました。今はヒルディセントコントロールを使って坂下りをしていますが、ペダルを踏まなくてもここまで落ちます。というわけでフォレスターでした。そんなに口出しもされていないし、ちゃんと客が金を出す、そういう車って多くはないですからね。おっと、フライング組の登場だ。動き出したってことはもう青か。全く信号変わってなくて草。この微妙な数秒間よ。そしてフライングする割にはあんまり加速しないスタイル。私は燃費アタック中なので、この上りは耐えようと思います。さっきリッター30を出した続きだけど、ステーションに帰る頃には、22くらいまで落ちてましたね。こんな虚無な走りを繰り返して、それでやっとリッター20か。やっぱつれーわ。スローモーションだと言われたら信じそうな燃費走行の中で、そろそろお別れです。次はCポッドでも乗ってみようかな。ではご視聴ありがとうございました。